埼玉県立本庄高等学校は、埼玉県本庄市柏にある男女共学の高等学校。通称、本校。裏は、熊谷、川越、春日部の旧正中学、ナンバースクールの後、管理図としては5番目の旧正中学として1922年に設立された。新生高等学校への移行の後、県立本庄女子高等学校を統合し、 驚愕化された埼玉県の高等学校後期再編整備計画により、2013年4月より、埼玉県立本庄北高等学校を統合した。2017年卒業生の主な進度状況は、大学へ77%、専門学校へ18%となっている。個性を伸ばす世界に羽ばたく人材を育成するという理念のもと、自主。 自立、文武両道の学校生活を送っている。県下有数の広大なキャンパスを用し充実した環境の元学校生活を送ることができる。男子は爪入り学生服、女子はセーラー服。セーラー服は園児のスカーフを巻いて中央で結ぶタイプである。東部、不動岡高校、南部、浦和高校である。平成25年度から、 西部で豊岡高校、北部で本城高校が再編整備による進学重視型単位性高等学校になった。本城高校独自の科目を多数設定し、あらゆる進度実現を具現化できるようにしている。特に探究と科目名が付いた講座は、より深い学びにより大学受験のための知識を身につけられるものである。ドイツ大使館の外交官が来行し、 日本と EU の親密な関係を講義。オーストラリア大使館の外交官が来校し、オーストラリアとの協調関係を講義。週34時間の授業が行われている。月曜日、水曜日が7年授業、各週土曜日授業を行い、週あたり34時間授業を実施。都内に本部を置く、早稲田予備校本部から有名講師を派遣していただき、第一。 第3土曜日長期休業中で年間20日の受験向けの講義を実施している筑波大学のキャンパス、国立女性教育会館などで実施、年2から3回実施。その他、新館普通教室棟体育館、武道館、メイングラウンド、サブグラウンド、テニスコート8面、プール、部室棟合宿所、食堂などがある。セミナー棟は、 平成25年度より使用。1階が図書館、2階がセミナー室兼大ホールである。この項目はウィキプロジェクト学校の高等学校テンプレートを使用しています。ありがとうございます。